次に森田俊一君森田田君国民民主党の森田でございます、えー、と沖縄基地の負担軽減のご担当で、菅官房長官、そして、国王の政務官、工藤政務官にも、同席をしていただいております。27分間の時間をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。まず、米軍基地と、あるいはその米軍との関係について、お伺いをしていきたいなというふうに思っております。 あのまあ、戦争が終わってから70年が経過をしておりますけれども、まあ、いろんなところで、えー、占領状態が、まあ、続いているかのようなです、ね、あるいはその,その後に、まあ、朝鮮戦争がありましたけれども、その朝鮮戦争のときの、まあ、特別なその協力体制みたいなものが継続しているというような事例というものが、どうもそのいろんなところに見受けられるのかなというふうに思っております。 であのまずあの横田区域の関係についてお尋ねをしていきたいと思っておりますが、まずこの横田区域ですけれども、えー、1都8県ですねあの、この東京もそうですし、それから埼玉、栃木、群馬、神奈川、静岡、新潟、長野、山梨ということで、えーまあ、ざっと言うと、東京の西側のです、ね、太平洋から日本海側までその、 段階でこう階段上に2400メートルから7000メートルぐらいまでの,まあその大きな空域が今、横田基地の完成の範囲内にあるということでございまして、当然、のこの中には横田基地があるとか、あるいはその海,軍あの米海軍のですねまあ横須賀の施設があったりだとか、キャンプ座間があったりということで、米軍の重要な施設も多数、複数あるわけでございますけれども、先立っての1月29日の えー、合意ということで聞いておりますけれども、この横田区域を通る羽田空港にです、ねえー、行く新ルートがこの開設するということで合意をされたということで、まあ、これについては日本側があの完成をするということで,です、ねえー、伺っております。まあ、ただ、これ、空域を返還するということではなくて、あくまでその発着に対するその完成のところの運用上のことであると。 いうことで、えーまあ、区域を返還したわけではないと、まあ、こういうご説明を今までも答弁の中でいただいております。でこれはの、まあ、第二次大戦の敗戦国であるドイツとかイタリアでも、こういう区域はすで、まあ、に今、存在していないということでございまして、まあ、政府としてもこれまで8回にわたって、その区域を削減するということで、えー、故障をされて、まあ、実現をされてきたということでございます。であのまあ、この敗戦 で制空権をもちろん失って、ですね、まあ、それからその航空機と飛ばすのをまあ禁じられたという期間がまずありまして、でその後にサンフランシスコ講和条約でまあ主権を回復したということで、まあ、その後ですね、えー、昭和27年の日米合同委員会の決定、合意ということで、す、ま、べ、あ、ての航空管制をまず一旦米軍がやるということで合意をした後で、まで、あ、ずっとこの経過をたどって、昭和50年に航空管制に、えー かかる日米合同委員会の合意という中で、まあ、この航空管制の問題が決定をされてきたというふうに伺っておりますが、まあ、あのそもそもです、ね、この合同委員会の形そのものが、まあ、こちらの代表、日本側の代表は外務省の北米局長がお務めだと、でアメリカ側の代表は、在日米軍司令部の副司令官がお務めだということでございます。 まあそのこういう大事な問題が、そ,そ,そういう場でこう決められてしまうということが、果たしてこれが日本にとっていいかどうかというと、大いに疑問があるところでございまして、そこにいらっしゃる方というのは、米、アメリカ側の。 構成員というと、まあ、主にその軍の関係者でいらっしゃいます、まあ、そういったそのところの中で、まあ、こういった合意がなされてきているわけなんですけれども、まあ、そこでお伺いしたいのはです、ねそのえー、国同士しのトップ同士のお話の中で、こういう空域の問題が扱われたり、あるいはその返還をこちらから求めたりということがあったのかどうなのかということについて、えー、お聞かせをいただければと思っております。以上えー 外務省船越大臣官房参事官。お答え申し上げます。 日米間のやり取りの詳細の一つ一つについては、あのお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、あの可能な範囲でご説明を申し上げさせていただきますと、あのまず、日米合同委員会でございますが、これはあの日米地位協定の実施に関する国と国との正式な協力機関でございまして、もちろんあのそういった地図のものでございます。また、日米合同委員会につきましては、米軍の副司令官が議長ということはあの委員ご指摘のとおりであのございますが、例えば、あのザーザー アメリカ大使館の政治部長等も構成になっているところでございますあのその上であの申し上げますと、あの政治レベルにおきましては、今ご指摘いただきましたように、例えば2006年5月の再編実施のための日米ロードマップにおきまして、横田の空域の一部について、2008年9月までに完成業務を一部日本に返還する、横田空域全体のありうべき返還に必要な条件を検討するということで一致することなど、閣僚レベルを含め、ハイレベルでもやり取りを行ってきて いるところでございまして、その中で日本の考え方を伝えてきているところでございます森田君確認ですが、そのトップ同士のお話としては、されたことはあるんでしょうか外務省、船越大臣官房参事官。 お答え申し上げます、横田の空域に関しましては、主にまさに正式な協議機関であるところの合同委員会、さらには2プラス2の枠組みで閣僚で議論しているところでございますけれども、これまでも具体的なやり取りについては控えさせていただきますが、首脳レベルにおきましても、米軍再編の着実な実施については確認をしてきているところでございます森田俊勝君。ありがとうございます、えー でそのまあ横田空域がまあ今でもです、ね、あのまあ米軍の管制下に置かれているということなんですけれども、えーまあ、あのこれまでも国会の中でもいろいろ答弁がありまして、そういうものをお伺いしておりますと、まあ、昭和27年の日米行政協定の中で,です、ね、まあ、軍用、非軍用を含めて、この航空の管制のことに関しては、緊密な協調をもって発展を図るという、まあ、そういったところが、 あの根拠になっていますよということで、ご説明をいただいておりますが、この横田区域が返還されない理由というのは、一体何なんでしょうか外務省、船越大臣官房参事官。お答え申し上げます。 あの横田空域の地位協定上の根拠につきましては、まさに委員ご指摘のとおりでございまして、我が国における国航空管制業務は戦後しばらくの間、すべて米軍により行われておりましたが、その後、日米間の協議を通じ、順次、各地の管制が日本側に移管され、横田空域につきましても、これまでご指摘のとおり、8回にわたり、暫時空域の削減を行ってきたところでございます。直近では先ほど申し上げましたように、平成18年10月に、日米再編ロールマップに基づ、 続き、横田侵入管制区域の範囲の削減につき合意し、平成20年9月から削減区域の管制業務を日本側に移管したところでございます。あのその上で申し上げますと、あの米側にと関係におきまして、横田空域にあの存在する横田飛行場は在日米軍司令部や第五空軍司令部等が置かれておりまして、また有事においては極東地域全体の平坦の基地となる在日米軍の中枢基地でございます。あのこのため米側として で、は今後ともそうした機能の維持というのは必要であるとの考えで,承知であると承知しております。いずれにせよ、横田の侵入管制区域の返還につきましては、我が国の安全保障や日米同盟の抑止力の維持という観点も踏まえつつ、我が国の空域を一元的に管理、賛成する観点から、関係省庁と協力しながら取り組んでまいりたいと存じます森田俊和君。ありがとうございますあの、まあその軍 自際 G 行動におけるいろんなその重要性、えー、抑止力も含めてというお話がございましたけれども、まあ、同じような話はおそらくドイツの例なんかにも当てはまるんじゃないかなと、まあ、ロシアとの関係等々を含めてですね、思うんですが、まあ、日本にはまあそういう、まあ、特,特殊なこう、まだ例が残っているということでございまして、まあ、ぜひですねあの、そういったものも含めて、まあ、中長期的に取り組んでいくべきことかなというふうに思っております。でちょうどです、ねえー、これあの 沖縄の関連の記事なんですけれども、昨のの福岡高裁の那覇支部の判決で、第二次普天間爆音訴訟というのがあってです、ね、えー、まあこ,のこの中の判決の中で、国は米軍機の運航を規制できる立場にない。 として総の,の,の差し止めについては認めなかったというような、まあ、そういう判断が裁判所の方からされたということで、まあ、まさにそういうことなんだろうなというふうに思っております。 米軍の特権的な取り扱いというか立場といいますか、そういったものを国内法上、ですね日本においてはそれが規定をされているわけでございますけれども、例えばドイツとかイタリアの事例はどうなのかなということなんですけれども、例えばその基地が置かれているところの,その国内法の適用ということについては、日本においては原則不適用ということがありますけれども、例えばドイツではですね、 派遣国の軍隊要するに米軍の軍隊の施設、区域の使用や訓練、演習に対するドイツ国内法の適用があるというふうに明記をしております。また、イタリアでは、米軍の訓練行動等に対するイタリア法規の遵守義務を明記をしているということがあります。また、例えばの基地の管理権についてはどうなのかなというふうに思って調べてみましたら、ドイツにおいてはですね、 国とか州とか自治体の立ち入り権を認めているということがございます。緊急の場合には、事前通告なしで立ち入りもありうるということですね、ドイツの場合はで。イタリアの場合どうかといったら、イタリアの場合には、その米軍もです、ね、イタリア軍の司令部の下に置かれていると、指揮下にあるということでございまして、指揮官、えー、司令官による立ち入り権を明記をしているということでございます。まあ、いろいろとこれまでも問題だったいのが警察権なんかについてもですね、 日本の場合には、これは施設、区域内のすべてのもの、もしくは財産、施設、区域外の、財産、施設、区域外の米軍の財産について、日本側による捜索、差し押さえ、検証を行う権利を行使しないと、こういう合意がなされているということなんですが、ドイツでは施設、区域内での任務遂行権限というものを、ドイツの警察に委ねていると。 でイタリアについては、イタリア司令官によるすべての区域、施設への立ち入り権を明記していると、まあ、こういう事例がございます。まあ、別にそのドイツとかイタリアがあ,のあるから全部こうだということは、もちろん当てはまらないとは思うんですけれども、まあ、当時、その対戦を終えて、敗戦国となった立場からしてみると、ドイツとかイタリアにはこういった立場が与えられているのに、まあ、日本にはなんでないんだろうなと、こういうふうに考えてもまあ当然のことではないんだろうなと思っております。 でまあ、先ほど、朝日の記事あのあ、朝日の記事じゃなくて、高裁のです、ね、記事を、あの判決内容を申し上げましたけれども、まあ、その司法が、まあ、本来であればです、ね、例えば憲法の下で、こういう権利が保障されているからということで、まあ、例えば行政にそういう対応を求めるとかですね、いうことがまあ,あって、しかるべきかとも思うんですけれども、まあ、司法がそういう判断をする以上は。 まあ政治がやるしかないんじゃないかなと、私は思っております。えー、ということで,です、ね、まあ、こういったそのドイツとかイタリアの例にあるように、まあ、せめてそこのレベルぐらいまで、同じようなレベルぐらいまで、えーまあ、ちゃんとその国内でこう管理をしていく権利を私たちはきちんと主張して実現をしていくべきではないかと思うんですが、このあたりについて、いかがお考えか、お聞かせください。外務省船越大臣官官参事官 答え申し上げますあの我が国として、アメリカと第三国との間の制度につきまして、有権的に立ち述べる立場にはございません、その上で、あえてあのご説明申し上げますれば、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定の比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、 細部の取り決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えておりまして、一律な比較は難しい面があるものと存じます。例えば今委員ご指摘いただきましたイタリアにつきましては、あの基本的にあの米軍基地というのはイタリア軍の基地の中にあるという構造になっておるところでございます。あのいずれにせよ、あの日米地位協定は合意議事録等を含んだ大きな枠組みであり、政府としては日米地位協定についてこれまで手当てすべき事項の正確に に応じ効果的にかつ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じ、一つ一つの具体的に問題に対応してきているところでございます森田寿和君、えー。ありがとうございました 官房長官にお尋ねをしたいと思いますが、まあ、沖縄の基地負担軽減ということで、えー、ご担当されていらっしゃいますが、まあ、沖縄には全国の7割のです、ね、米軍専用施設があるということでございまして、沖縄本島ということで見ると、まあ、15%程度を占めているということも伺っております。であのまあ、これはの素人考えなんですけれども、まあ、あの米軍といってもです、ねえー、陸、海、空、海兵隊と。 いうふうふにありまして、まあ、それぞれが基地だったり、えー、駐屯地だったり、えー、あるいは飛行場であったり港だったり、えー、演習場であったりですね、まあ、いろいろとその関連施設を持っているんだろうなと思いますけれども、まあ、とにかく私なんかがこう旅行で行ったりしてみてもですね相当こう広大な敷地が。 広がっってていいるなという感覚を持っておりますであの、まあ、もちろんあの、あちらのご要望どおりといえば、それ以上、どうのこうのっていうのはないと思うんですけれども、まあ、そこを集約していったりです、ね、まあ、いろいろその工夫をしながら、えー、やっていくということを、まあ、さらに求めていくということも必要なことではないかなと思いますけれども、まあ、そのあたりについて、官房長官のご所見をお伺いできればと思います。 米軍基地の削減についてのご提案をいただきましたそ,そのことは重要なことだというふうに当然受け止めさせていただきますその上で申し上げれば実は現在の返還計画これがございましてここを地元の皆さんのご要望を受ける形で日米合意で返還計画というのは 今決定をいたしておりますで例えばあ、安倍総理とオバマ大統領との最初の会談の際に、米軍の人口の約8割を占めるカデナ以南の人口密集地に所在する米軍基地、約1500ヘクタールあるんです。このうち初めて返還時期というものを示す形で、その7割を返還計画としてこれ発表されています。 また、鎖降合意、この報告の中で、えー、その計画に従って、すでに沖縄の米軍基地の約2割が返還されておりますが、日米で合意した計画がすべて実現をすれば、沖縄の米軍基地は本土、き直前の状態と比べて半分にもなるんです。ですから、政権としては、この米軍基地の半減目標を、 現実のものにまずしていくことが責務であるというふうに考えておりまして、一つ一つ、着実に結果を出していきたい、このように考えております森田俊和君。ありがとうございますあの。返還前の半分のレベルにするということで、大変あの強い決意をお示しいただいたものと受け止めさせていただきました。であの まあこま、だ私は言うまでもなくう、沖縄は対戦で唯一の国内での地上戦というものがありまして、まあ、その沖縄戦が終局に近づいていた6月の6日にです、ね、当時の沖縄根拠地帯の司令官である大田稔海軍中将から海、海軍次官宛に送った伝文の中で、えー、あの沖縄の方たちが大変の厳しい状況の中で苦闘をされたと。 でその最後にです、ね、沖縄県民、各戦い県民に対し、後世特別のご後輩を賜らんことをということで、えーまあ、そういう,う、まあ、最後の伝聞を送りながら、その沖縄戦の終息に向,向かっていったという状況もございます。であのまあ、今、本当にあの強い決意をお示しをいただいたものというふうに思っておりますけれども、これは別にあの政府だけの問題ではなくて、私たちがこの声にどわって、 お答えをしていくのかということが、今を生きる私たちのすべての人間の責任だというふうに思っておりまして、まあ、もちろん、ご後輩を賜らんという中には、まあ、米軍の軍政下にあったものが返還をされ、 でいろんなその、まあ、配慮の中で、まあ、予算をつけて、えー、沖縄の発展のために尽くしてきたということがあったりとか、ですねあるいはその先ほどお話にあったように、基地も段階的にこう今までも減らしてこられたと、まあ、こういうことはあのその責任の果たし方の一端であるというふうに私も認識をしております。ただまあ一方でです、ねまああのまあ、今にに至るまののこの間に まあ、もちろんその敗戦によって占領状態があって、まあ、その後、すぐに今度は朝鮮戦争があり、ですね、まあ、その中でまあ冷戦状態が生じて、まあ、ベトナム戦争もあり、まあ、いわばその戦時下における協力体制というものが こうずっとこう、続いてきてしまったという状態が、この戦後何十年かの状態であったと、それがいわば固定化された状態になってしまっているというのが、戦後70年経った今の状況ではないかなというふうに思っております。でまあ幸いいいななここことととに今私たちの近隣で大きなこの戦争が起こっているということは ありませんそのような状態で、まあ、先ほどあの参考人の方からのご答弁もありましたけれども、もちろんその国内にある米軍基地というものが非常に大きな戦略的な役割になっているというのは承知をした上でです、ね、ただやっぱり私たちの主体的な判断の中で、米軍基地を置く、あるいはどういう条件で米軍にいていただくんだとすれば、まあ、それを私たちの意思としてちゃんと示していくということが大事なことではないかなというふうに、改めてこの 段階で思っておりますであのすぐにどうこうっというのは私はできないというふうにもあの思っておりますけれども、例えばですね、少しこう期間を長くして、あと50年ぐらい経ったその将来の姿をこう思い浮かべてみたときに、この沖縄の米軍基地というのがこう、どのような姿になっているかなということを、官房長官の,この政治家としてのです、ね、お考えも含めて、所見を伺えればなと思います菅内閣官房長官。 お答えする前に先ほどの私、答弁の中で、えー、沖縄の人口約8割を占めるというところを、米軍の人口とい,いったようでありまして、そこはあの訂正させていただきます。まあ、50年先を見据えというのは、これはなかなかあ難しいお話かなというふうに思っています。ただ、現在、国際社会のパラバランスとは、これ、大きく変化しておりまして、我が国を取り巻く安全保障の環境というのは、格段に、 速いスピードで厳しさと不確実性、これ、増しているというふうに私、認識をいたしております。まあ、そういう中で、安全保障、日米同盟の抑止力、そしてその中核的要素たる沖縄におけるですね海兵隊をはじめとする米軍の存在の重要性というのは、極めて大事だという認識を持っております。一方米軍基地の約7割が沖縄県にこれ 存在していることは事実でありますので、安倍政権として沖縄の基地負担軽減できることはすべて行う、目に見える形で実現するという方針のもとにです、ね、私も基地負担軽減担当大臣として全力で取り組んでおります。特に一昨年、北部訓練場約4000ヘクタール、これは戦後復帰、最大の返還を成し遂げることができたというふうに思っています。一、まあ、一つ一つ 目に見える形で,です、ね、こうしたことを実現させていただきたい、こういうふうに思います。それと辺野古の今、埋め立てが行われています、普天間飛行場の危険状況、そして返還実現ということを考えたときにです、ね、辺野古施設というのが唯一の解決策だというふうに私ども考えています。でそういうい中で、えー、現在、えー 沖縄に存在すするると言われる米軍2万8人おりますそのうち9000人が海外に出ていくという、ということを方向性はすでに示されています。そのための一つとしやあり、辺野古移設ということを実現をしたいと、このように思っているところであります。 森田敏和君、ありがとうございました。ぜひあの引き続きの取り組みをお願いできればと思います。えー、官房長官に対する質問は以上でございますので,で、では官房長官はご退出ください。え引き続きあのー、まあ地方創生の関連で鉄道関連のことをお聞かせあと質問させていただければと思いますが、まあ、以前あの IC カードのことで中小施設に対するこう導入のですね支援をということをお願いしたことがありましたけれども、まあなかなかその IC カード まあ入れるにもお金かかるし、運営にもお金かかるということなんですけれども、例えば QR コードですとか、あるいはそのアプリを活用した、そういった事例なんかについて、ぜひあの推進をしていただけないかなと思うんですが、このあたりについて、お考えをお聞かせいただければと思います工藤国土交通大臣政務官お答え申し上げます。 キャッシュレス決済の導入促進は、地方の中小・施設を含めた鉄道分野においても重要な課題とであると認識しております。このため、国土交通省においては、これまでも中小・施設における IC カードシステムの導入を促進するため、その導入費用について補助を行ってきたところでありますが、委員ご指摘のとおり、 中小・施設にとっては IC カードシステムの導入費用がまだまだ負担になるという課題がございます。他方、現在では技術の進展により、QR コードなど導入費用を抑制し得る新たな決済手段について、鉄道分野でも活用できる可能性が広がってきていると考えております。国土交通省といたしまして、中小・施設に対し IC カード以外の QR コードなどの 決済手段の活用についても検討を促し、その導入にあたっては、補助事業も活用するなど、必要な支援を行ってまいりたいと考えております森田敏一君。 ありがとうございましたもう一つです、ね、鉄道分野であの、可客混載というものがあの始まっておりますけれども、まあ、これ、別に新しいことではなくて、昔はあの一般的に貨車と客車が両方ついてるこう列車なんていうのは運行してたわけですけれども、まあ、これもです、ね、やっぱり、主にローカル線、まあ、地方路線の話だと思うんですが、まあ、例えばその、うんまあ、その法的な整理はしていただいていると思うんですが、 トラックをそのホームの脇にちゃんとこうつけられて、そのままその荷台の高さでこう荷物が出せて、列車のホームにそのままこう滑り込ませることができるなんていうことができれば、なおいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、そういったことをぜひ、協力に推,薦推進をしていただけないかなと思っておりまして、ご所見を伺えればなと思います工藤国土交通大臣政務官お答え申し上げます。 旅客鉄道において、輸送力の余剰を活用した、価客混載による貨物輸送を行うことは、鉄道事業者の収入増やトラックドライバー不足の解消に寄与するものと考えております。国土交通省としては、物流総合効率化法に基づき、鉄道による価客混載も含めた物流の効率化を図る取り組みに対して、認定を行うとともに、 その事業計画の策定にかかる経費や運行経費についても支援措置を実施しております。また同法の認定計画に基づき取得したトラックからトラックからの荷卸し場所等から駅本までの段差を緩和するための貨物搬送装置について固定資産税固定資産税の軽減措置を設けるなど。 ハード面の環境整備に係る支援も用しております。今後とも事業者のニーズに踏まえつつ、こうした支援策を通じてソフト・ハードの両面から客客根菜の取り組みを推進することにより、物流の生産性向上に努めてまいります。以上です。森田忠一君、ありがとうございました。今あるインフラを生かすという視点でですね、ぜひあのそういった取り組みを推進をしていただければと思います。以上で質問あります。ありがとうございました。 次に大河原